はい、じゃあ今回はね、人生の時間の使い方、これについてお話ししようかと思います。ざっくり言ってね、40歳とか45歳をピークにして時間の捉え方っていうのは全く逆にした方がいいんですよ。どういう意味かっていうと、幼い頃っていうのは将来にかなり期待が持てたんですよ。時間が経てば経つほど自分の成長もあり、見識も広がって、知り合いも増えて、いろんなことが有利になってくるんですよ。もちろんテクノロジーの進化っていうのもありますよね。そうなってくると、10代の頃にできなかったことが20代30代になって実現できる可能性を非常に高めてくれるんですよ。そういう意味で言うと、時間が解決するっていう問題はかなりの場面で正解だったわけです。でも45や50を過ぎていくと、今度はね、時間が経てば経つほどいろんなことが不利になっていきます。まずは自分の身近な人や大切な人がいつまでもそばにいてくれるわけではないっていう現実に、たくさんのエピソードで気づくんですよ。例えばお父さんお母さんが体が不自由になってきた、介護が必要になってきた、もしくは万が一の時にお父さんお母さんに頼ろうかなと思ったら、もう現役を退いてお金を稼いでないもんですから、親にお金を借りるっていうふうな、ね、ことが非常に難しくなってくる。逆に親に支援しないといけないっていう場になってくるわけですよ。だから時間が経てば経つほど不利になっていきます。自分の体力も落ちますし、自分の行動範囲も狭まってきますし、自分と付き合ってくれる人もどんどん限られてくるんですよ。若い頃っていうのは、新しい環境に行けば新しい友人ができたかもしれません。でも年を重ねると、新しい環境では頼りにならない人が結構目立つんじゃないですか。いや、もっと言ったらね、自分が誰かの頼りになってるかってところも振り返らないといけないんですよ。そうなった時に、時間が解決するっていう概念はやっぱ45とか50を過ぎると全く通用せずに、逆に1日経てば圧倒的に不利になる。今日が一番若いんだから今日から始めようみたいな発想に切り替えていかないといけないってことになるんですよ。実際時間が経てば経つほど体力も落ちるし、身の回りの大切な人もどんどんね、衰えていくし、好奇心は奪われていくし、そして若いエネルギーから関心を持たれなくなってくるってこともありますよね。冷たい現実を受け止めなければならない、それがやっぱり人生の後半なんじゃないかなと思うんですよ。もちろん人生の前半で輝かしい時間を送ってきた人っていうのは、年齢を重ねれば重ねるほどさらに尊重されて、さらにね、引く手あまたになっていくってことが考えられますけども、これは志村けんさんとかね、ビートたけしさんみたいな一部の有名人芸能人に限った話だと思うんですよ。ほとんどの人っていうのは、あれほど一時期一世を風靡した人でも、晩年はちょっと残念だったよねみたいな感じで思われちゃうんですよ。タレントさんの話ばかりを出しちゃって恐縮ですけども、確かね、北の国からなどで大ブレイクした田中邦衛さん、一昨年だったかな、お亡くなりになったっていうニュースを聞いたような気がするんですけども、よく分かんなくなってきましたよね。北の国からの新作を出すんじゃないかなと言われていたり、いなかったり、いや、それこそ噂にも出なくなっちゃったり、どうしちゃったのかなと思ったところ、介護生活に入ってそのまま静かに息を引き取り、親族に見送られながらということらしいんですよ。つまり私たちにはもう知らされてないっていうことなんですよね。あれほど有名な人だったんですけどもね。で、私たちはさらにタレントさんのように、俳優さんのように有名ではありませんから、本当にね、身近な人にどれだけ覚えていただけるかってことになってきます。そのためには、私たちが多くの人に関心を寄せていくこととか、お力になれるっていう、そういう人生を歩まなければ、それでもなんかね、うまいこといくかどうか分かりませんけどもね、はい。まあ、ちょっとごにゃごにゃっとした話になってきましたんで、もう一回まとめさせていただきます。人生の前半の時間と流れと後半の時間の流れは全く違いますんで、時間が解決するっていうことは人生の後半ではまず起こりえません。少ない時間で今日取り組まなければ手遅れになるよっていう、そんな日々が続いていくばかりなんですよ。本当にね、余裕を持って人生の調整をしたい後半、そして人生の60代70代過ぎての安定期、これを探りたい時に、やっぱり日々のね、暮らしやお金や悩みを追いかけるようで追いかけられているっていう現実もあるんではないかなと思うんですよ。だから私は思うんですよ。時間が経てば経つほど不利になっていきますので、思いを込めて全力投球今日しなければ
後回しにしていいことは全くないのが人生の後半なのかなと思います。重ねていますけども、人生の前半では時間が解決するってことが結構ありました。後半では時間はどちらかというと味方というよりも敵になってるんじゃないかなと思いますけども、皆さんどのようにお考えでしょうか。それでは本日は以上です。